中幸次郎駅からビンゴ・庄原駅までの区間のうち岡山県域にかかる区間についてこれまでの利用促進の取り組みに加え国の関与による鉄道再構築の協議を始めることといたします再構築協議会は国が調整役となり利用が低迷する路線の損廃を 鉄道事業者や沿線自治体が話し合うもので JR 西日本が全国で初めて芸備線の一部区間について国に設置を求めていました国は県や沿線の自治体に対し協議会に参加するかや設置した場合のメンバーなどについて意見聴取を行っていて県はこの回答期限の延長を申し入れていました きょうの定例会見で茨城知事は、協議会が設置された場合は参加する旨、回答する方針を示し、警備線だけでなく、地域全体の公共交通について、沿線自治体の意見が反映されるような協議体制を作るよう求めることにしています。岡山県は今月27日までに正式な回答文書を作成し、中国運輸局へ提出することにしています。